こんにちは、吉シさんあ。そして動画をご覧の皆様。あの、今回はね、違いについてお話ししようかと思います。前回、うーん、吉田さんとね、私と、まあ、向かうところはどこなのかっていうことを、ゴールを決めないと、なかなかね、手段とか、それから日々のミッションっていうのは決まっていかないよと。ひいては人間関係も決まらないし、住まいもね、なかなか決まんなかったりする。そして仕事も決まんないというふうにね、目的を決めないと、まあ、もう何も決まらないっていことなんじゃないかなと思うんですよ。 以前私は、あのー、なるべく将来性のある会社に入ろうかなと、ぼやっと考えていたんですよ。大手の会社に入りたいなと。で、大手の会社に入るためには、最低でも大学が出ておかないといけないよね。と。できればその大学も名の通ったいいところがいいよねっていう形で、目的が決まるからだんだんと、その前の段階が逆算で決まっていったんですよね。まあ、そうすると、高校はちゃんと卒業した方がいいよね。と。聞いては、高校に入学しないといけないよねってことで、 中学の2年3年あたり、まあ、大学受験を目指して高校を選ぶというところが決まってきました、まあ、当時高校は普通科を選ぶのが大学を狙う人の一般的なコースでしたねまあ商業高校とか工業高校ではまあ進学はないだろうということだったんで今では違う見解なんですけども当時はね大体そんな形で普通科が人気があったんですよねまあそういうふうにして進む方向を決めてあえてね えー、勉強して大学も卒業したわけですけども時代が変わってですね大手だけが全てじゃないひいては大手でもなかなか厳しいよっていうふうな世の中が変わりましたそれは大量生産大量消費の時代がいつの間にか終わってですねそれからこれから少子高齢化あそしてインターネットの普及により距離や場所に関係なく商売ができるつまりは個人の時代になったってことなんですよねそして私は方向転換がだいぶ遅れたんですけども 40歳過ぎて、このことの意味が分かったんですよ。自分の向かう方向は間違っていたなと。自分の向かう方向は、社員を募集して会社をすることでもなければ、スタッフを集めて店舗をすることでもないと。目的は、自分が生きるだけに足りる利益を上げることだなと思ったんですよ。だから、なんで商売をするのか。これは、違いというテーマでお話ししましたけども、 みんな同じだと思います。それは自分の生活費生涯の消費金額を稼ぐためだと思うんですよここは変わんないと思いますよだから何らかの収入源を得ようかなと思ってるわけなんですよで収入源の中で一番単純なのは仕事をすることなんですよね世の中には仕事というカテゴリーがあってその仕事のほとんどで収入が約束されているということだからだと思います例外的に仕事の中で経営者っていうのは収入が約束されてないんですよ 社長ってのはねマイナスになるることがあるんですよだからある一部の力量のある人しか経営者はやらないですし力量があっても経営者として続けられない人がいるってことなんですよねまあその中で経費を極限まで抑えて場所や時間にとらわれないで仕事ができるそんな世界が昔は考えられなかったんですけどもインターネットの普及によってそれが実現しましたそれを 肌身で実感するのが私の場合はね40過ぎてからってことになっちゃったんでそこから必要なパソコン必要なスキルこういったものを蓄えることになったんですがまあでもねオーバーに言えば小学校の頃から大学卒業まで培ったものがわずか1年2年で全部取り戻せたというかね逆転したような感じだったですねまあですんで今さまざまな稼ぎ方働き方収入の上げ方っていうのがありますけども 私の場合はね、えー、幼い頃からずっと考えていた仕事の仕方、稼ぎ方、働き方とは違ったコースを選んでよかったなと思いますね。で、まあ、私の資産状況ですけどもうん、やっぱりサラリーマンとして順調に出世しただろうなと思える40代、50代よりはだいぶ上なんですよね。プラス、自由の時間、これもだいぶ持てるようになりました。 だからうんまあ手段が変わったりやることが変われば結果は違うんだろうなということで違いをもたらす違いというふうにね違いにこだわって今回お話しているわけなんですけどもじゃあですねなんで同じような収入が続くのかなんでみんなと同じような年収なのかなんでみんなと同じような不満があるのかそしてなんで同じような 怒りが仕事によって沸き起こるのかなんでみんなと同じように職場で信頼関係強い人間は見つからないのかいろいろ考えてみるとどうでしょうかそもそも乗っている乗り物がすでに時代に合っていないんではないかなと思うんですよ例えば今いろんな方がお勤めの会社でのインターネットの活用とはどのぐらいかな 私はインターネットの活用度は100%です。インターネットなくして収益を得ることは全くできません。ね。このぐらい極端に、インターネットという、このテクノロジーツールに、ものすごくね、言ってみれば依存してるわけなんですよ。うん。だから、パフォーマンスがかなりいいんじゃないかなと思いますけども、でも、毎日お仕事に行ってる方がね、まあ、インターネットってのは、 仕事の中で一部使うけどもほとんどやらないよねってことになっちゃったらどうでしょうかうんやっぱりテクノロジーやツールを使ってないってことになるとかなり、うん、出遅れた結果になるんじゃないかなと思うんですよまあそれが証拠にですけども多分サラリーマンさんを中心として一生懸命仕事をね20年30年されてる方でパソコンが得意って方はいないんじゃないかなと思うんですよパソコン得意ですかね いや今の時代パソコンが得意だと胸を張って入れるような40代50代でなければかなり収入的には不得意なんじゃないかなと思うんですよ。私はねやっぱり2つの概念会社に勤めて一生懸命働くっていうのと会社の外で一人のビジネスを確立するインターネットを中心ねこの2つをこうやって比較したときに小学校から積み上げてきた人生の大半を担っているいわゆる普通の 私のの時代からするとと普通の染め方とつい最近私が手にしたこのインターネットでの一人企業を比べると圧倒的に一人企業を選んだ方がよかったなと思いますねもう数十年のギャップを埋めてあまりあるパフォーマンスが出せるのがこのインターネットを使った商売だと思うんですよだから今ね既存の小中企業の中小企業の皆様零細企業の皆様お勤めの方がみんながねパソコンが得意んだったら 多分 GDP はね5倍ぐらいになると思いますよ。うん。単純にね。で、そこでは、もはや、低賃金、それからブラックロードの方は一人もいなくなります。うん。パソコンがみんな得意だったらそうなると思うんですよ。パソコンが得意な人と苦手な人と、この違いがもたらす違いはかなり大きいと思いますよね。まあ、その証明の一端を、私と吉谷さんがしてるっていうところなのかなと思いますよね。 で、与沢さんとか光さんとかね、対談私も見たんですけども、まあ、情報商材とかインターネットビジネスに先がないなとかねどうも後ろめたいって言った気持ちは私もよくわかりますよくわかるんですけどもうまくいった人もああやって高いレベルで選択して去っていくんですよねで私の方は今情報商材ね、それはなんでかっていうとやっぱりね、まあ、光さんとか与沢つばさんと似たようなところがあるんですけども あの私の最大の違いっていうのはサポートに限界があるってことですよねあの24時間お客様のためにサポートするために自分自身の時間を捧げるっていうそういう時期はありましたけども今私は自分の人生と家族を優先したいのでこれ以上ね熟成産をバン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 増やしてサポートの時間をたくさん取ろうと思わないんですよ今いてくださる方には全身全霊傾けられますけども余力がまだありますんでねでもこれ以上お金のために 会員さんを増やすと、今まで密に接していた熟成さんにも密じゃなくなるのかな質が悪くなるのかなと思ってるんですよね。まあですんで、だん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 私の収入のスタイルは投資に変えていってですね。うん。で、投資ってのは、まあ放置でできますんで、サポートもいらないですから。商品作らなくてもいいんでね。うん。だから、まあ半分そっちの方に退場してるような感じですかね。まあでも、半分はやっぱり、まあ情報所在。 まあ、作っっったたりり売しててますすでで、まあ、ハイブリッドってやつですかね今流行りの言葉で言ったらそんな感じになってますね、まあ、ということで私の違いはこういうふうに両方とも下駄を履いてるってところかなと思いますし私のお目標目的目的地っていうのは時を置いてだいぶこう違っていってるかなってところですよね時代に合わせて自分の向かうところも違っているでも大筋だ自分の障害 消費金額を稼ぎに行くっていうこれだけは変わってないですね、はい、ということで違ってるところと違っていないところをきっちりと見極めることによってドブにはまらずに道を歩いていけるんではなかろうかと思っております。それじゃあ